小さそうに見えるでしょ。意外と小さくないです。なんと立てます。持ち上げてはいはい、持ち上げてってるのかな、ね、ここはやっぱこの厚み、壁の厚みです。菊心チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、菊心チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。我が家です。東北キャンピングカーショーでお会いしてね、でうちに遊びに来てくれました、青森県のエンゼルシェットファクトリーさんね、かわいいなと思って、どんなね、どんなかわいいお姉ちゃんが作ってるのかなと思ったらね、おじさんでしたね。だいたいかわいいね、かわいいキャンピングカーを作ってる人はだいたいおじさんっていうね。ね、なんだっけ、東京のね、ポーターキャブに乗ってる、キャンピングカーを作ってる方もね、残念ながらおじさんでしたね。はい。というわけで、ハイゼットジャンボ。うん、ハイゼットジャンボですね。ハイゼットジャンボに乗っかってて、多分人間が乗る長さ分ちょっと出てて入れるような感じになってるんだと思います。昨日は、どっか道の駅でね、車中泊をして、僕の方で見させてくださいと声かけさせていただきました。撮影させてくださいっていうことでね、はい、じゃあちょっと中気になる中ね、早速開けてもらいたいと思います。そこ青森で使われてるっていうことなんですけど、ええ、なんか寒くないんですか？大丈夫なんですか？大丈夫です。床、壁、天井、はい、全部 の30ミリの外断熱工法で作ってますね。外断熱工法、ええ、外断熱工法って何ですか？普通になんか僕らよく手作りの場合は、ええ、なんかスタイルフォームとか入れるじゃないですか。ああ、はい、それではない、それが中断、ええ、壁の、これ塗りがあって、外の方にベニヤを貼って、はい、そしてそのベニヤにワッシャーで、はい、単純に断熱材を打ってます。そうなんですね、はい、よくあるのは骨組みの間にこう入れていく感じ、内断熱、これが内断熱で、はい、骨組みのがあってさらに外に、そうすると結構継ぎ目なく入ってるってことですよね。あ、そういうことなんですね。床にも入ってて、床、壁にも入ってて、天、あ、これ天井にも入ってるんですね。天井はさ、中の方に入ってます。うん、あ、なるほど。貼るともう傘は。そっかそっかそっか。なるほど、その場所場所によって、その最善な断熱方法を使ってるってことなんですね。そうです。工務店さんなんですもんね。工務店さんなので、やっぱそこら辺が家を作る技術そのものを使ってやってるので、可愛いだけじゃないということですね。はなるほど。でこれね、僕ねちょっと気になったんですよ、なんか短くねえと思って。キャビンね、で今ねちょっとメジャーを持ってきたので、ちょっとね測ろうと思います。そっち側のこのシェルのギリギリのとこ、はい、からここまでで、実は2メーターあるんですよね、うん、そうなんです。そう、短くて、でしかもこれジャンボなので、これねジャンボなんですよ。ハイゼットジャンボ知ってます？ちょっと上げますね、うん、この車の後ろにスペースがあるタイプ、この窓1個分ね、だからリクライニングできたり、ここにね荷物置いたりとかできるタイプで、これだとどうしても荷台が短くなるんですよ。普通のやつよりこの分だけ短くなるんですが、その分をしっかりこっちに出しています。だから全体的に小ぶりな印象で、このどのぐらいあるのかなと思うんですが、2メーター縦が 外装でねあるので、中もう180センチ以上取れてるので、大きい人でもいけます。まあ2名って書いてます、うん、大きい人でも全然いけるな。だ高さも立てるし、長さも結構見た目以上に余裕があるなっていうのが印象ですね。うーん、可愛いだけじゃないんですね。やっぱね、うん、可愛いだけじゃ多分ダメなんです。やっぱ使い勝手とか、その暖かさとかっていうところは、やっぱりこう、おじさんじゃないと作れない。可愛いだけではダメと。雰囲気だけではダメ。やっぱりね。で中は漆喰で、外がこれがね、あのモルタルの外壁にこのレンガ風のモルタル、樹脂モルタル、樹脂モルタル、
であのひびが入らない。あ、へえ、ひびが入る。確かに走るものですからね。そうそうそう、普通のモルタルだと、そうね、動かないものを作るのがモルタルで、そうそうそう、樹脂モルタルってやつ。はあ。あの下塗り、中塗り、上塗りで3回塗って、はい、下塗りの方にあのファイバーメッシュみたいなものを入れるんですよね。はあ。それをやると、はい、もうひびが入る。ひびが入らない。はあ、はあ、はい。もし入った場合はもちろん私の方で、ね、補修できるんですね。塗りでやります、ね。はあ。なるほど。今までも全然ひび入ったこともないと。そうですね、確かにね、軽トラで運ぶわけですから、まあ、この環境としては非常に優しくはないですよね、その普通の家に対してね、比べたら。その中でひびが入らないっていうのはすごいですね。これはね、ぜひね、僕らも真似したいですね。今日ね、来てもらったのはね、あの紹介すると言いつつもあの技術をパクろうっていうね、あのパクって、あのうちの軽トラキャンピングカーとあのムーミンハウスのトレーラーをなんかグレードアップするのにちょっと勉強させていただこうかなっていうのでね、無理やりお願いして来ていただきました。勉強になりますね。電気も可愛いよね。閉めて、家の中に閉めた時にこれで宇宙鍵をかけて、外から開け、いたずらされたり開けたり防止すると。で、あ、じゃあちょっと、普段じゃあ外鍵はっていうと、外鍵はこれですね。南京錠みたいなので、はい、パチッとロックするっていう感じですね。これだと安心ですね。ね、東北にいるとどうしてもセキュリティ面でこうね、あの曖昧にしてしまうんですよね。僕ら田舎にいるんで結構あの気にしないんですけど、やっぱりね、都会にも行かないといけないですからね。しかも可愛いから目立つしね。ありがとうございます。いや、今日は楽しいな、本当に。上の方に。あ、なるほど。そう、ここもさ、ただこうじゃないんだよ。ただこうだったら作るの簡単なんだけど、こういう風にわざわざ、しかもここ見て、30だからね。だから多分ここに断熱材の分が、こう、入ってるのかな。ね、ここはやっぱこの厚み、壁の厚みです。これ、見てください。普通、こんなもんだったり、こんなもんだったりするけど、がっちり。で、この入り口の柱が太いから、やっぱ合成感がすごくありますよね。でね、重そうに見えるでしょ？石っぽいからね。でもシェルの重量が、何キロ？230キロっていうことなので、350積みなんですよね、軽トラっていうのは。だから120キロぐらいは余裕があります。まあ、こういうエコフローのね、あの、電気とか積んでもちょっと重いんだけど、まだまだ余裕ありますね。で、トラック自体はね、正直その、350キロっていうのは軽自動車の法律で350キロっていうことで、実際はもっと大丈夫なんですよ。あの、よくさ、あの軽トラでダンプになってるやつとかあるじゃん。あれって、ダンプの部分の持ち上げるあれがすでに300キロぐらいあるんで、で、さらにそっから軽自動車のルールで350キロなんで、実際のところはね、まだまだ大丈夫なんです。600キロ、700キロ積んだところで軽トラの方はびくともしないんですけども、一応法律上で2台の荷物である以上を350キロ以内未満にすることっていうルールになっているので、はい、こういう風になってます。でも軽いっていうのはね、いつも言ってるけど正義で、特に軽トラはそんなに走りがいいわけでもないし、やっぱりあのブレーキとかね、燃費とか全てにおいてやっぱりある程度軽く作れるっていうのはいいとこだと思います。中入っていきます。はい、小さそうに見えるでしょ、意外と小さくないです。なんと立てます。上ね、多分ね、高さ一番高いところで176、7ありますね。だから立って着替えとかできます。そう、三角にすることによって真ん中は立てるんですね。それ気づかなかった。どうしても四角にするから、立とうと思うから、あの2メーター50ギリギリに作っちゃって横風に弱いだけど、三角形だったら全体的な高さは下げて、でも立って着替えをしたりとかする動線のスペースが真ん中にあれば、それは利用できるんですね。もうここは勉強になります。こういうところもね、全部ゴム紐うまく使われてんなぁと思って腰掛けてみました。このお座敷モード広くないね。うん。で、このカメラ僕のエコフローのデルタマックスじゃない、デルタプロね、これが電源として使われています。さっきのね、靴箱のところ、ここが
こういう風に閉まると縦2人、こういう風にね、横向きに座っても大丈夫ですね。全然ご飯食べるのとか、さすがに4人座ってっていうのは窮屈ね。麻雀もできそうなんですけど、なんだけど、この位置としての左右で向かい合ってご飯食べれるし、縦がに向かい合って2人でご飯を食べたりとかっていうのもいいんじゃないのかなって思います。で、窓もね、全部こう開くようになっています。今ね、こっちの窓を開けてもらいました。緑に穴が開いてますけども、使ってるからね、実際にね。こういう風な出窓になってるので空気の流れもいいですよね。中は漆喰ですね、白くて綺麗ですね。どういう風にベッドにすれば、はい、これは持ち上げてね、持ち上げてはいはい、持ち上げて足を乗っ取るだけ。あ、簡単。これそのまま下に収納しちゃえばいいんですね。そう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 、はい、こういう感じで。あ、なるほど。これをまた、はいはい、あ、あ、で、これでベッドになる、あ、すごい、簡単ですね、すげえ工夫されてる。この板を外して外に置くと、なんかこういう風にみんなでここで広く囲ったりとかもできるって感じですもんね。時にはこういう使い方でもいいのかもしれないですね。で、ここにすぐ収納できるのはいいですよね。こうね、ポン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 ね。すごい小さいところに工夫がいっぱい。やっぱこれが手作り系のね、このな、手作りっていうか、なんていうのかな、軽トラキャンピングカーのやっぱ楽しさかなと思ってます。最後に宣伝をしてもらおうかなと思うんですけど、あ、いや、あるんですね。じゃあ、作ってもらえるんですね、これ。完成。これで大体110万円ぐらいの。そうですね。はい。感じで、あ、そうそう、津軽市にありますからね。あ、ちょっと津軽郡鶴田町っていうところですね。青森の。自宅です。あ、これは自宅ね。あ、これ自宅。下の方が展示場。あ、展示場。津軽市の方に展示場があると。国道101号ですね。はい、はい、わかりました。すごい。あ、ね。あ、フリーダイヤルと、あれ？もし、興味がある人、どうやって検索すればいいんですか？インターネットで。安田ガーデン。あ、なるほど。安田ガーデン。公式安田ガーデンって入れてもらえれば、ホームページと、あとインスタもやってて、あ、そっかそっか、動かないやつも作ってるんですもんね。そうですね、むしろこっちの方がもう専門、そうそう、ずっと前からこれは作ってるんですよ。で、こっちの方もね、はい、っていう感じで。あ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、最後ちょっと宣伝になっちゃいましたけど、なんか面白いなと思って、東北にもね、こういうね、まあビルダーさんっていうのかな、工務店さんなのかな、ビルダーさんなのかな、面白いなと思います。イベントとかにも今後ね、出てたりとかするそうなので、見かけたら声をかけていただければと思います。はい、この青森ナンバーのトラックがね、目印ですからね。全国結構いろんなとこ、あれなんだっけ、お荷物フェスも行ってらっしゃったんですもんね、この前ね、はい、キャンピングカーショーとか、なんかそういうキャンプのイベントとかにも多分ね、奥さんといらっしゃると思うので、その時見せてもらえればいいかなと思います。はい、はい、今日すみません、わざわざ来ていただいて、はい、ありがとうございます。はい、また今度一緒にね、キャンプしてとかできたらいいなと思ってるので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。